いやー、施設圭介です。2つ先の駅で降りて、先の方に行けば、安全に出られるみたいな感じのことを分かったんはいいんですけどね。けど、あえてさ、これ、さらに3つ先まで行ってさ、えらい目に遭うところまで行ってみようかなってちょっと思い始めてみてね。あえてその展開の方を見てみたいなと思いますんで、ちょっとそういう方向で進めていきたいと思います。今回は。関わらないようにしよう。話できるならできるで関わらないようにしましょう。降りたけど、ここじゃ降りてはいけない。ここで降りたらさ、無の空間になるんだったな、確か。街が見えた。で、ここの街で降りたら、とりあえず正解のルート。でも正解のルートに降りてもさ、そこの先で選択肢間違えたら死ぬんだったな。そんな感じの前回のパート。で、ここで降りていいんやけど、あれでもここで降りろって言ってたような気がするんだけどな、みたいな。まあ、焦って、わけのわからないところで降りない方がいいか。こいつほんまさ、優柔不断やな。自分でちょっとおかしいないみたいな感じでちょっと思っとっただろうに、今。反論しないわらな。この人、なんか、結婚したら奥さんにいろいろと問い詰められそうなタイプだな。終点来た。終点来たんじゃ。そっか、ここは終点か。電車が止まった。線路も途切れているし、終点みたいだ。とりあえず、駅員か外せそうな人を探さないと。それより、乗っていた電車なんだけど、見たことない外見だ。かなり古そうだけど、イベントとかなんかの記念で走っている車両なのかな。ただ、乗った時は、こんな電車じゃなかった気がするけど、変化してる。変形してる。怖ー雰囲気怖いな、電車って。こう見たらさ、怖いやな。まあ、古い車やけんかな。古い車両やけんかな。めっちゃ目、ギンギラギンにさりげなくなかったな。めっちゃ赤かったもんな。なんて読むこれ。何駅って読むんだよ、これ。読み方振ってくれ。わからん。聞いたことがない名前だ。隣は足折駅って名前らしい。その足折駅だったら OK。窓って読むんこれ。2文字だったわ。まさかの2文字だったわ。4文字ぐらい呼び方に使うんかなと思っとったのに。足折駅が安全で、こっちは危険って話だったんか。工場。駅のすぐ外に大きな建物があった。明かりがついてる。なんかの工場？わー。隣が排水で、こっちが工場なんかな。足折駅が排水処理場みたいな感じのこと言おったもんな。もしもし、さっき送ったメール見てくれた？誰もいない外にずっと突っ立っても拉致が開かないから、さっき写真で送った建物に入ってみたんだけど、今建物のホールにいる。電気はついてるから、誰もいないことはないと思う。ああ、人間に出会ったら死ぬフラグがあるからな、なんか。そんな感じがするからな、前回のパートでさ。しかもさ、車のトランクに詰めて、車ごとドシャンってさ、マフィアか。そのあたりのアウトレイジ的な殺し方されたよな、まあ。奥に向かって声を上げる。とりあえず、奥に進もう、とりあえず。そうだね。プロテインだね。とりあえず進んでみよう。誰かに会えたら事情を話して帰り道を聞いてみるよ。また連絡する。探す前にプロテイン飲んどけよ。なんかさ、前々からどんどんプロテイン、何回もプロテインを押しとんな。亮太何者やねんって話やけどな。階段があった。2階の方が人いるかな。不気味。な、りょうた絶対編集してるだろ、お前。画像をなんかちょっとこういう雰囲気をさ、不気味にするような編集かけてから送ってきてるだろ、お前。絶対写真撮った状態のまま送ってないだろ、お前。さっき、私に聞かれてもそういう反応できるんじゃ。やってみよう、これ。私に聞かれても。スルーされた。1階は警備室と総務部。ああ。警備室なら人がいるかな。なんかちょっとすごい古い建物やな。そうやな、警備室行きば。そうやな、警備室って言うんだったら24時間誰かはおるようなイメージやけどな。それと、警備室に張り紙があった。内容がよくわからないけど、気持ちの悪い張り紙だ。は？読国さんのことか。今年も鉱山からの排水に含まれる重金属の濃度の増加により、あ、読国さん、そうか、読国さんが重金属を餌にしとんだったな。むやみに殺傷しないよう、作業中は身の回りに注意をお願いします。殺傷しないように。あ、読国さん、数が少ないけん、殺さないようにしてくださいみたいな感じで言うんかな。作業中にさ、周り飛び回るよったらちょっと気になるけどな。もしもし、もしもし。いや、ちょっとその言い方、ちょっとやばい時のやつじゃないですかね。そのもしもしの言い方は。今は1階の廊下にいるんだけど。エレベーター、あ、降りてく、回数表示が下に、気温？いやー、どうしようどうしよう。隠れた方がいいんだろうけどさ、あえてさ、前に回ってみたい感じがある。もうこの街に来た時点でもうバッドエンド確定だと思うよな。やっぱ安全なところからじゃないと出れんけんさ、足折り域に行かんかった時点でバッドエンド確定じゃないかなって思っとうけどさ、いや知らんけどさ、やけんもうあえてバッドのバッドを選んでみようかなって思いますね、今回の。そうだね。そうだよね。出てきた人に帰り道を教えてもらおう。多分殺されます。襲われます。でも逆にその襲われ方を見たい。親友だな。来たわ。あ、あれ？誰も乗ってない。乗ってないん幽霊の仕業かな。もう一つ部屋あったな。そっち行こう。そうだね。階段で行けるところから行ってみよう。また後で連絡するよ。誰もおらんかったんじゃ。ああ、誰かおるかなーってちょっと思っとったけんさ、ちょっと、がっかり。まだ電話来た。2階か。もしもし。2階に上がったけど、電気はついてないな。どこかの部屋に人が残っていたりしたら、事情を説明して帰り道を教えてもらいたいんだけど。何の音？なんかの儀式が祭りとかに使えそうな鐘の音が聞こえてきたけど、なんだ？スピーカーだ。スピーカーから音が鳴ってる。やっぱり人が残ってるんだ。こちら大地からの自動放送です。大地人工知能か。正面入り口からの不正な出入りを確認しました。警備は念のため、1階を、巡回をお願いいたします。わ、見つかってる！入ったのがバレてる！あれ？もしかしてこれ、警備員さんに怒られるパターンかな？まあ確かに、深夜に部外者が勝手に入るのはまずかったな。怒られるだけならまだいいかもしれんけど、その後、殺されるかもしれんからな。なんか、そんな気がするんだよな。会った時に事情を説明して、謝らないと。いろいろ失敗したな。とりあえず、また連絡するよ。警備員いない。壁に画面が埋もれ込まれてて、何か表示されてる。警備員の一覧っぽいけど、誰もいないのかな。ね、全部不在になってるやん。点検願いますって言うのにさ。全員不在になってるねん。誰もおらへんやん。警備員、仕事をしろ。誰か一人ぐらい残るだろ、普通。何かの報告書？報告書。何かの報告書を活字にして印刷したものがあった。館内放送が外まで漏れるってないよ。はいはい。太一住人の音声が聞こえる。近隣の住宅でか。ラジオから。ああ、そういう意味でも漏れとるか。内容であったことから、太一12が原因。ほうほうほう。よその住宅でラジオから流れてくる。ラジオからね。あ、ってことはさ、なんか違う街でさ、住宅に入ってるね、なんかラジオから声が聞こえるみたいな話があったら、こいつ、太一12だったんかな。パート1で行ったところで、なんかラジオから音流れたことあったっけ？なかったかな？もしもし、物置っていうか、倉庫っぽい部屋にいてたよ。なんだろう？贋作機？削岩機？あれ？わからんけど。っていうのかな？そんなものがたくさん棚に並んでて、埃というか、油っぽい匂いがする。さすがにここは人がいなさそうだな。向こうに出られそうだから、さっさと抜けて違うところに行こう。人が全然出てこんな。まだ太一。天井のスピーカーから音がしてる。放送みたいだ。こちら、太一からの自動放送です。警備員全員の不在を確認しました。そのため、こちらで作った警備員を派遣します。社員の皆さんは安心して業務を続けてください。こちらで作ったって何なんだ？こちらで作ったって何？ドローンでも動かしてくるんか。怖いぞこれ。なんかやばいぞこれ。警備員を作った？よくわからないけど、警備員は全員休みみたいだね。作ったってなんだお前。なんか動いてきたぞ。うわ。びっくりした。誰か来たみたいだ。棚だらけで姿が見えないけど。この音なんだろう。人というより金属の塊というか、からくりみたいな音だ。あー！これは隠れての方が生存できるフラグなんだろうけどさ、あえて声かけてみたいな。そのさ、機械警備員がさ、どれぐらいの性能なもんなのか、ちょっと試してみたいな。やってみよう！そうだね。帰り道を教えてもらおう。こっちかな。え？なんだこれ？ロボット？こっちに来る！あれ？殺されたの？あ、ここ警備室行かずに総務部行ってみようかな。要はさっきゲームオーバーになった展開のルートっていうか、窓駅の方に降りて、だいたい同じ通りに進んできて、警備室か総務部かの選択肢のところで総務部を選んだみたいな展開です。総務部って書かれている部屋だけど、電気も消えてるし、やっぱり人はいない。それより、部屋の中にあったこの張り紙、おかしくない？かなり古い日付だけど。どれどれ？総務部だより、1972年。古いな。今さら聞けない。村を守る守護神か。守護神ね。不思議の表皮を引き上げると。網傘をかぶった、少年？ちょっと待って。それ、道尋ねたら、安全なところを教えてくれる男の子と同じような感じじゃない？彼が自身と同じく国から離れた直感し、自分の仕事を手伝わせたという。お城様？お城様って言うんじゃ、あの少年。てか、守護神なん？へえ、そうだったんじゃ。だから親切に教えてくれたんじゃ。安全な場所を。もしもし、もしもし。あー、これはあれか。誰もおらんかった的なやつか。かけてみよう。で、2回上がったわけだ。だいたい展開は一緒かな。ちょっと選択肢違うやつ選んだけど。あ、スピーカーも一緒やな。不正な出入りの話か。そうそう、そんな展開やった。まあ、この辺は巻きでいこう。で、ここで不正がおるけん、こちらで作ったロボット警備員を派遣するところが来て、こいつに出会ったら殺されるんやな、つまり。きたー、隠れろって話か、ここ。隠れてって言ったとき。そうだ。スニーキングが始まった。なんかに隠れたな。ベータだけど、掃除用具入れの中なら見つからないでしょう。ちょっとフラグ立ち気味な喋り方やめてください。カチャカチャ音大きくなってる。絶対大丈夫じゃないわ、お前。カチャカチャ聞こえてるわ、お前。よし、離れてきた。あ、まだ大きくなってる。いや、ダメだろ。まだ出れんわ、お前。カチャカチャ言ってるわ、お前。止まった。ふう。多分出ていっとったら殺されてたな。大体同じような感じで殺されてただろうな。ロッカーの隙間から一瞬だけ見えたけど、体が銀色をしていて、変な音を立てて、まるでロボットみたいだった。なんだか気持ち悪いところに来ちゃったな。ただ、戻るには、変なのと同じ方向に行かないといけないからな。とりあえず、もう少し進んでみるよ。また連絡する。なんだ？何が見つけた？まだ階段 3 階？もっと上の階に行くか。もう少しこの階で。なんだ？選択肢がね。また来た、太一！なんだ？またスピーカーから音が。今度はこちら、太一からの自動放送です。館内で不審な扉の開閉が確認されました。警備員を巡回させますのでご安心ください。まだ追いかけてくるんか。まずい。大ごとになってる。警備員ってさっきの金属音をガチャガチャさせたやつかな。あれ、明らかに人間じゃないけど、ロボットというか、機械っぽい感じでもないんだよな。例えて言うなら、金属でできた人間みたいな感じの音だった。それロボットじゃないですかね。何なんだこの建物。怒られるとかじゃなくて、もっとまずい事態かもしれない。ザ・ズライト、その通りです。だって殺されてるんだもん。前回殺されたんだもん。心配かけてごめん。また動きがあったら連絡する。ってことはさ、警備員が近づいてきたらとにかく隠れなあかんな。俺はさっきも電話で言おうと思って結局言えなかったけど、階段で上に行けそう。こんな感じか。行ってみるか。この回はいいや。とりあえずあのロボットから離れた場所に行きたいわ。雑誌のコピー。階段上がったところに雑誌の切り抜きコピーみたいなのが落ちてた。あまり読まないタイプの雑誌だ。トークがこういうの好きそう。なんだ？あー、怪奇的な。ほら、オカルト系のやつか、お前。そんなん好きそうなやつ。トーコちゃんそんなん好きなん？平行世界の話してるやん、お前。平行世界の存在の話があるんじゃ。この何かよくわからんこの一帯の地域、平行世界の話なんかな。平行世界に迷い込んだみたいな。てか最後の文章がさ、意味が分かればゾッとする話なんやけど。現に私はまだ帰れていない。え、違う世界の人間やんって話やん。この教授、違う世界の人間やんって話。なんかの機械が並んでいる部屋に出た。機械は動いていないけど、明かりがついてる。近くに作業している人がいるのかな。人に出会ったら大体殺されるって意味がついとうからな、お前。メール見たよ。まだ機械がある部屋にいるんだけど、また変な音が近づいてきてる。わあ、またさっきのロボット兵じゃん、お前。下の方がいいだろ。見つかるな。見つかったら殺されるぞ、お前。殺されたらゲームオーバーでやり直しになるぞ、お前。嫌だぞ、やり直し。セーブできないんだぞ、このゲーム。やば。見つかった？わー！ちょっと待って。なんで機械の下までちゃんと見るかな？細かいとこまでちゃんとできるロボットが、お前。やばいぞ、これ。ん？レンチが落ちてる。機械をいじるのに使ってんのかな？ああ。気を引いて。この間に寝るしかないわ。もう、このまま折ってもあかんわ。見つかる。お？離れてますね、音が。これは、聞いたんじゃないか？よし。あっち行ったみたいだ。今のうちに逆へ抜けよう。まだ連絡するよ。よっしゃー。てか、機械を、部品をいじるみたいな選択肢あったな。あれ選んだらさ、爆発して死ぬとか言う。そんな感じになるんだろうか。もしもし。だいぶ歩いているけど、まだ人と会わないな。見た目はかなり古びた工場だけど、深夜は無人で稼働しているのかな。うん、こういう工場もあるんか。まーったー放送。ものはなんだ太一。こちら。大地からの自動放送です。粉砕常習編で不正な扉の操作を確認しました。うわ、どこの場所とかいう話が出とんじゃん、お前。わ、ってことは、設備の利用を制限します。わ、この辺ちょっと扉あかんかったりする状況になってきたりするんかな、もしかして。とにかく場所がバレようんやな。よく考えたら、この放送も生身の人っぽくないし、こう見えてかなり近代的な施設なのかも。そんなことより、あの変な化け物に見つかるより先に、誰かは人を見つけないと。また後で連絡するよ。まずさ、出ていかなが。この部屋から出ていった方がいいな、とりあえず。こっちに向かってきよるはずやけん。突き当たり、4階あるんやな。屋上と放送室。放送室！なんか、大地を止める手段ないかな？大地止めんかったら、ロボット止めんかったら、ちょっと、いつロボットでやられるかっていう感じがするけど。上り階段とエレベーターがあるけど、放送室に行けば誰かいるかもね。さっきから何度も放送が流れてるし、多分おらんのだと思うよ、俺。おらんけど、おらんなりに大地の情報が得られるかもしれんけんな。ちょっと行ってみたい。エレベーターやめといた方がいいと思う。エレベーターが開いたことを感知されて先回りされたら終わりじゃ。来たー太一。こちら、太一からの自動放送です。生産量の報告も多いだろ、お前、それ。量は0トン。0トン。あ、つまりなんか工場動いてないんじゃ。人工知能だけが働いとって、工場は特に稼働してないんやな、つまり。定価っていうかさ、もう使われてないんちゃうんかな。なんだ、放送が聞こえたからビクッとしたけど、ただの業務放送だった。動いてない点が分かったな、今。ここを使われてないってことが分かったな。鍵がかかってる。嘘だろ。この音は。機関、鍵がかかっとるのに。来たんこいつ、あのロボットが。逃げ道がない。逃げられない。あー。わあ、これ見てないところあったな。2回先まで見ずに3回行っちゃったな、そういや。あそこに鍵あったかな。ここか。ここってさ、この回はいいわって言って上に行ったんよな。こっちの方を進んでいっとった方がいいんかな。シックな。シックなってなんだ？俺も知らんぞ。シックな状態。シックな作動中は安全上の理由でシャッターが下ります。やむを得ず通行する際はシックなを止めること。危険、なんか、危険が起きた時の非常事態の時の話かな。シックなって。何の意味、どういう意味だろう。シックな止めろってことか。もしもし、何か大きな部屋に出た。吹き抜けの下の階で、水の音がする。下の方で、水で渦になってるけど、何の設備だろう。なんだ？鍵か？もしかして。鍵じゃん！やったー！やったー！これだー！絶対これで、屋上来た！やったー！やっぱここだったんじゃ。持っていくわ。それも持っていくに決まっとるわ、お前。やったー。ここだったんじゃ。やっぱここだったんじゃ。な、これ。1位くん。明日の役員会だが、神谷全員は出勤できるから、確認してほしい。ね。はーん。あんま関係なさそうやな。脱出ね、なんか関係なさそうやな。なんかストーリーこんな話なんだよ、みたいな。世界観を表すような資料かな。赤いランプが点灯していて、大きいレバーがオンになっている。下で水が流れているのが見えるけど、異常があったらこれをオフにするのかもしれないね。あ、これがシックな状態の話かな。だとしたら奥にしといた方が、ちょっくに越したことないかもしれん。本気で言ってる？勝手に人の施設の設備をいじったりしたら、ただことじゃ済まないと思うよ。いや、でも今の時点で、だいぶただことじゃないし、ここは逆に、騒ぎを起こして誰かに見つけてもらう方がいいかもね。よし。これがシックな状態の奥のレバーかもしれんし、なんか偉いことになった気がする。それにしたって偉いことになった。あ、止まったわ。よかった。少し下の水の流れが弱くなったかな。多分。これで誰か来て見つけてくれたらいいな。逆に、あの奇妙な化け物が来たらまずいけど。誰か来るかもしれないし、しばらくここで待ってみようかな。また後で電話するよ。多分それが張り紙で言ったらシックな状態をオフしたっていう状況なんじゃないかなって思うんやけど。多分ね。あー、来たか、やつが。ロッカーがある。そうやな。水の中に飛び込んだらは自殺行為に程があるだろ、お前。ロッカーですね。でも一回ロッカーで隠れてセーフティー行ったけんさ、逆にロッカーを中見てくるっていうあれかもしれんな、もしかしたら。ロッカーがくれますよね。でも今回はダメなんですよ、みたいな。そういう罠が仕掛けられとるかもしれんな。やめて、俺やり直ししたくないんやけど。やり直しで20分ぐらい使ってるんですけど、このゲーム。セーブできないんだもん。途中セーブできないんだもん。あっ！この音はダメなやつ。この音はダメなやつ。この音ダメなやつ。あー。これさ、もしかしてさ、レバーオフにして、下の水がさ、弱まったって言ったけんさ、実は飛び込んでも大丈夫なパターン？むちゃくちゃなことを言うね。ただ、確かに飛び降りれば絶対降りてこれないな。よし。オンだったら、これ飛び降りたら死ぬんやけど、オフにしてやるから大丈夫的なパターンじゃないかな。この音さ、車ごと沈められた時のことを思い出すけど、ちょっとあんまり穏やかな感じではないけどね。電話がかかってきたってことはいけるってことだろう。ひどい目にあった。ひどい目にあった。けどさ、走って逃げるの選択肢もさ、なんか追いつかれそうな気がするもんな。うん。それにしても寒すぎる。早く風呂に入りたいから、今のうちに沸かしておいてくれるかな。また後で連絡する。4階か。それで4階に登って鍵使って開けれる的な感じじゃ。階段。ようやくじゃ、俺、なんか、選択肢間違えてさ、やり直しの時に、選択肢間違えてさ、何回も何回もやり直しよって、やり返しよったもん。だってセーブできないんだもん。ゲームの都合上セーブできんような作りになっとんかな。どうにかセーブ入れてくれたらさ、やり直し何回もこんなさ、せんでいいんやけんさ。来た！そう。ここでさ、鍵があるんだよな。そうか。確か屋上で書いてあった。鍵がなかったらさ、もうダメなんよな。どうしようもなく終わるんよな。開いた！逃げなきゃ！とりあえず小部屋に隠れたけど、ここは放送室か。よくわからない機械とかマイクがある。こっちに来てる。隠れる場所ないんかな、もう。入ってきたようなこと。うるさ！やば！見えないけど、ドアを壊そうとしてるみたいだ。またかー。バリケードぐらいでどうにかなるようなあれじゃないだろう、お前。機械いじってみよう。機械？そうか。ここの機械を使って、館内の人に助けを求められるかも。なんだ、何か聞こえる。聞こえたら椅子奥とり、なんか言ってるな。屋上って聞こえた。俺のことを言ってるのか。大地か。聞こえるか。助かりたければかな。屋上から飛び降りろ。屋上から？誰？屋上から飛び降りって。騙されないで。諦めないで、みたいな感じで言うなと。マヤミッキーみたいな言い方するな、お前。これちょっと信じてみようぜ。太一だろ。本気で言ってる？確かに放送室の窓を開ければ、そのまま下に飛び降りられるし、奴からは逃げられるけど。まあ、4階だから、そこまで高くないし。川になっているから死にはしないか。ここにいてもドアを壊されたら終わりだし、行くしかないか。そうだ。大地、お前、飛び込み得意だろ、お前。知らんけど。よし、行くぞ。すごい音した。爆発したみたいな音してますよ。あー、まだこのさ、穏やかな音じゃない音が聞こえてきた。ブクブクって音はだいたい嫌な気分にさせられるな。あれ、ここは飛龍駅の改札口。夢ではないよな。全身びしょびしょだし。今の一体何だったんだろう。最後の声、俺を助けようとしてくれたみたいだけど、誰だったんだろう。ダメだ、いろいろありすぎて頭が回らない。とりあえず飛龍駅まで来れば、あとは歩いてトコの部屋まで行けるな。寒すぎるし、ずぶ濡れで目立ってしょうがないから、急いでそっちに向かうよ。うわー、脱出できた。エンディングでーす。あれ、安全、危険じゃないところからじゃなくても脱出できるんやな。謎の声に導かれて。太一か？太一なのか？あ、そっち経由とかあるんじゃ。風駅経由で無傷で正解に成功しました。おめでとうございます。ありがとうございます。コレクションにミニゲーム、先ごっこが追加されました。なんだそれ。はい、セーブ。やったー、なんか知らんけどクリアできた。こういう感じでね。コレクションが。これ先ごっこって。なんやねんこれミスターレインコート。ミスターレインコートって誰？ミスターレインコート雨出てきた。これで止まるんか。あ、止まった。そんな感じで、なるほど。ああ、で、ぶつかったら死ぬ。なんじゃこれ。